ジャン君。おはようございます。朝からバトル。キキ、ポンちゃん頑張れ。はい、ポンちゃんの勝ち。ポンちゃんの方が先にジャン君にたどり着くことの方が多くなってきたね、うん。柔道だったら今背中をついてしまったポンちゃん負けだけど、相撲だから土俵から出たジャン君が負けです。相撲だったの相撲だったのポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃんなんか遊び好きにどんどんなってるね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、仲良しさん。ジャン君、ポンちゃん。ポンちゃんはジャン君が大好きなのね。ポンちゃん。うん、どうした？ジャン君。さて、この真っ白い画面は何でしょうか。せーの、はい、めっちゃ立派です。何や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 、お、何と言えばいいんでしょうか。こう真空パックされた冷凍のお魚。お魚の開きくんがこの人、ジャン君、この人が、ジャン君ごめんね、食べられないんだ君は。この人が何匂うのかな。大変なことになってますよ。真空パックになってても匂うのかな。そうだろうね。すごいね、君たちの鼻。これはタイだね。すごいよね、タイだね。これはアジかな。タイの開きって書いてある。うん、これはアジ。これは何だろう。カマスじゃない？カマス。違う？カマスっていう魚ね。あ、カマスって書いてある。カマスさんだよ、このほら。へー。顔が、あ、ちょっと切ってあるけど、尖ってるんですね。うん、これは目指し。そしてこれは何、このとんがった魚は。目指しじゃなくてイワシね。サバか。あ、イワシ。イワシ。目指しっていうのは目を指してるっていうこと。うん、サバだね。それはサバだね。ね、うん、このマサバの開き。ジャン君柄ね。そしてここからだったの。そうだね。そしてこれは。なんだっけ、ちっちゃいアジの、アジみりん干し、俺が好きなやつじゃん、うん、好きなやつだね、よかったね。ということで渋いものをいただきました、ありがとうございます。はい、コンピューターがですね、ダメになってしまった、この子ですね、ダメになってしまったので、ノートでやってみようかと思ったんですが、ちょっと無理なようなんですね。なので、マオイママさんのコンピューター製のひゅっ、こちらの方を借りて、まあ家事をやっている間の時間はね空いているので、ということでやってみようと今試みているところですが、このコンピューターもなかなかの虚弱体質というかですね、メモリーも少ないし、ということなので今ソフトを立ち上げるだけでだいぶ待たされています。頑張れ。はい、今ですね、イラストレーターがバージョンが古かったので新しいバージョンのものを、開いています。2021年を検証中ですね。こういうところからですね。
出来上がりと。はい、今日はイラストを描いたとこまでにしようかな。もう8時か。ここから時間がかかるので、明日の昼間の作業にします。